やるかい。やっていこう。さあやっていこう。いよいよニューニューの4の4の4だ。どうもアザラシです。どうもアザラシですって最初に言わないとダメなんだろうな。さあどんなステージなんでしょう。一筋縄ではいかん感じがもう見て取れるな。へへへへ。だが俺は横スクロールこっちの方がいいわ。いやこれは侮れんな。なんかえげつない音がしている。これ別にヒヒヒヒヒヒ。別にこのぐらい落ちたって死にゃしねえよ。ニューニューはこれぐらい落ちたって。正確なジャンピングが難しくない？お、あれはすごいね。当たった瞬間に死ぬわ。壁じゃないんだな。当たり判定強い。んで、こうで。んで、こうで。これいけるか？そう、青いのに掴まれと。20機なくなったらもうやめるぞこれ。1回でクリアしようという思ったその心をもうへし折りに来たわ。いきなりへし折られた。よく見えんけどなんか押しつぶされそうになるのか。つー。大したことなさそうに見えるよね。こんなもん大したことなさそうに見えちゃうよね。俺も大したことないと思う。大したことないと思う。これもさ、ここでいいや。向こうの丸い小さいのに、小さい足場に通り、行く前にさ、行けんじゃねっていう気がする。なんか音が怖い。音が鎖を引きずるような音がなんか聞こえた瞬間にちょっとおじけづくわ。それにやられちゃってる。わかんないよ。もう何もわからん。もう何もわからん。いやどんどんステージは難しくなりますね。もう俺はこのニューニューから足を洗うんだ。足を洗わせてください。お願いします親分。これだ、これだった。これだったっていう、これだったっていう、これだったっていう言葉しか俺にはもう残ってないわ頭の中に。ダメなんだよ。ダメなんだよそれじゃ。呼ばっちゃか。タイミングが違う。あの振り子のタイミングが違ったんだ今。戻ろうとしたけどそれはもう時すでに遅しだった。このタイミングじゃいかないよな。行かれんの分かってるのもあるけど、せめてジャンプは成功させよう。じゃないと。いやー難しいな。ここでもう全然間に合うよな。まあまあいいや。ここで
うん、ダメ。あの丸いの下に落ちてくるから嫌なんだよ。下に時間制限で落ちるから嫌なんだよ。ずっとはいられない。ずっといられる場所がいい。ずっといられる。これ今ジャストタイミング、ジャストタイミング。そう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 。でどうしたらいいのこれ。ベストだよな、これで。間に合うか、いける。よし、突破。ああ、得体の知れない、得体の知れない感じになってる。まあまあまあ、そうなるだよな、そうなるだよな。この ID カード取っていく、 ID カード取っていくスタイル。よし、全然いける、全然いける。余裕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 。飛び跳ねりゃいけるんだろう。いけるいける、これはいける、これは余裕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 だっつってんだよ。しチャーミングな、チャーミングな仕掛けですね。飛び乗る、戻る、難しいもの、難しいもの。待ってくれ。飛び乗る、行く、飛び乗る、行く、飛び乗る、うい。このぐらいニューニューイストの俺からすれば、造作もねえことよ。てん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 、よし。どこまでいけるんだろうな、どこまでいけるんだろう。なんかね、上行かなくても間に合いそうな感じはした、一瞬。それを、その感覚を大事にしよう。これは余裕、これは余裕、これは余裕。ここだな、問題はここだ。あともうちょっと先でジャンプしようっていう欲が出た。その欲を疲れかかれた、裏を首をかかれた。よいしょ。同じことぐらいは、一回クリアしたとこぐらいは正確に切るようになりたいね。よし。さあ、ここだ。これだ。どのタイミングだろうね。二つ目のネジみたいなの飛び移りたい。ここで。いや、違うんかな。考えが違うんかな。その考えが違うんかな。やっぱ上のやつ使った方がいいんかな。ミスしたくないからと思って。上のやつを使いたくない、ない思惑で動いてるけど。こう、こう。こう、こうか、これでんか、これでんか。どこまで行けかけけか、行けかけけか、行きかけてた。足場がね、もう2機か。えい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 。えいしょい、ほいしょい、おいしょい、ういしょい、ういよっほっぽい。よし、ここまではなんとか。登る、下がる、登る、登る、登る、ビヨン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 、待つ。登る、ここで待つ、ここで行く。よし、クリアだ。ここすげえサイバーでいい、かっこいいね、かっこいいね。え、なんかあんのこれ。落ちる、落ちるか、なんか落ちそうじゃないこれ。来そうになったらこういうことだろう。う、難しい、難しいよあれは。ほう、ほんと難しいな。
ビョン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 ちょっと間に合わないんだよ、ダッシュジャンプが。でもまあなんとかなってる、なんとかはなってる。ピッ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 ってなってるね、この赤いやつがね。黄色から赤になるとレーザー来る。これ間に合う？間に合った。あ、なんかある、ここにまた掘り出し物がある。どこだ？この辺にあるはず。あ、わからん、わからん、わからん。それで命を取られてしまう。弾取られるとこだった。順調ですね、割りかしと。なんかある？あれを取る？いや、取れないでしょ。感性の法則が働いてねえんだよ、この世界は。なんか知らんけど。なんか知らんけど、感性の法則が働いてねえんだよ。ダメだ。謎解きだ。謎解きだ、これは。どうなっとんじゃこりゃ。もう残機がないし、こうしてこうなってこうなって、終わったろ、終わったろ。もうちょっと時間あるから続きます。ただ奇数がね、20機のところが望まないと無理ですわ。3機しかない。ロードすればいいんか。まあ残り10、今も12分だから、ここから奇数増やしてというのはちょっとはばかられるな。3機の持ち駒3機でなんとかクリアしてみよう。4の4、でも4の4はね、4の3ほどじゃないわ。横スクロールが難しすぎた。お、奥スクロール、奥スクロール、奥に行くやつはまだ俺なんとかなんとかなる。不思議なんだけど、慣れちまえばなんとかなる。これも間に合う。ほら、奥はなんか慣れる、横は慣れん。ニューニューの奥ステージは難易度高い。ここも全然余裕なんだよな。ほら、ぬるいぬるいぬるい仕掛けだよ。ニューニュー界からした、ニューニュー世界からしたらぬるい仕掛けだよ、これ。激ぬる。ほら、余裕っすわ。余裕っすわ。人間慣れますね。慣れがありますね。ほら、余裕余裕。分かっちまえばこのぐらいも余裕余裕。ビョン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 。イージーに感じる。もはやイージーに感じるまである。おっ、冷や汗が。だがすごくないか、一瞬でここまでリカバリーした。リカバーした、ここまで。ここで何かあるんだろうね。飛び移れない。飛び移れないけど、飛び移れないけど、飛び移れさえすれば、多分あれ投げるんだろうね。投げて壊すんじゃないかな。そこまではなんとなく想像できる。これでね、ちょっと見てしまっている。よし、移れた。あ、そうか。いやー、映ってから待てないな。すぐ投げた方がいいな。すぐ投げた方がいい。分かっちゃいるんだ。やり方は分かっちゃいる。これはここじゃ取れなくて、やっぱここでしか取れなくて、真横に飛んでないな。
真横に飛んでないな。ふぅ、いやー難しい、いやー難しい。ほい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 、落ちないで。ここでも投げちゃう。もう一回やるわ。もう一回やるわ。もう一回やる。いけそうな気がする。いや、本当はいけそうな気がしてない。本当はいけそうな気がしてない。ただなんか奇跡が起こっていけるんじゃないかなって今。そういう淡い期待だけでやろうとしてるな。赤いのを取って、くっつけて取って、取って、取ってからがわからんな。投げれば間に合うもんな。ここら辺は余裕ですよ。で、このタイミングで、よし。違うんだ、これダメなんだよ。これじゃない、これじゃない。これ OK。うぃー。このピンコメダルをさ、全部集めてクリアする強者とかいんのかな。やり込み要素強すぎない？それ。そんなのやり込み要素強すぎて100年遊べちゃうよ。ルイ、ちょっとね、タイミングが悪かった。えい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 、よいしょ、よし。ビン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 、おお、危ない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 、うい、ちょっと今余裕があったからダッシュジャンプができた。ダッシュジャンプが間に合った。ここはもう分かればいけるっていうのが怖いわ。分かればいけちゃうっていうところが人間の進化のあれがうかがえるわ。分かればいけちゃう。今の仕組みが簡単にいけちゃうんだもんな。今の仕掛けが。これがほんとわからんな。もうすぐ右に移るとかじゃないかな。ここで投げるとか違うな。わからん。これが突破できんぞ。ここでも投げちゃう。落ちた、なんか落ちた。やることが多いな。ワンアクションでやることが多いな。取る、投げる、で移る。よし、うまくいったんじゃないですか。うまくいったんじゃないですかね、これは。ほいで。あの、戻んないよね。あそこの灰色のところに飛び移る。ここ。この下って、穴か。ダメか。で、ね、ダッシュジャンプいるかな、これ。いりそうだな。これはね、パート2ではクリアできますわ。ここまででなんだ、ここまでそんな全然大したプレイしなくてなんだけど、ゴールできる気はしてる。気だけはしてる。タワー足りんかった。よし、ここまでだ。
ほなまた。